いい形で先制点取れたのもあったんですけど、やっぱチームとして前への意識がやっぱりあるからこその相手をこう圧力を相手に圧力をかけ続けることができていると思うんで、よりなんだろうゴールに向かう姿勢っていうのが増えている証拠なのかなと思いますよね。あの時のコーナーはニアの一番前に行くよりも少しとどまった位置にいようっていう中でいいボールが来たんで、あのゴールカバーに入ってた選手にクリアされないように合わせるだけって感じでしたね。まあ、うまく相手の触りにくいところに流し込めたなっていう感じはありました。こういう時もあるのかなっていう感じはあるんですけど、これからもしかしたら自分がその出ても全然セットプレーに貢献できない時も来るだろうし、ただ今はそれがいい方向に出てるとは思うんでね、それはまあただあんまり気にしすぎないようにしてるつもりではありますけど、結構やっぱそういう流れはあるのかなっていう気はしますね。いや、良くないと思うんですね。あの時間特にちょっと緩くなりがちになったのは間違いないし、僕もゴンちゃんとすごい話しながらやっぱそういうのを感じ取ってたし、それが結果としてあの時間での一失点だったんで、ディフェンスとしてはやっぱあの試合はゼロで終わるべきだったし、ずっと自分もセットプレーとか何回かあった中でもゼロで終わるっていうのは声かけしてたんですけど、それでもやっぱやられてしまったのはまだまだ甘さがある証拠かなとは思います。これだけやっぱ応援されてるっていうのを感じれる機会が増えるっていうのはすごいいいなっていうのは感じますね。まあ、応援してるよってすごいみんな言ってくれますし、小さい子からお年の方までたくさんいるんで、エスパルスって本当に歴史がすごいあるんだなっていうのは感じながら、しかもすごい温かい人が多いっていうのはすごい感じるんで、やっぱスタジアムで自分たちがこう結果で鍛えていきたいなっていうのは感じますね。まあ、藤枝は特に攻撃力があるチームで、まあ、隙は本当に見せられないし、まあ、自分たちが圧倒していく中でもよりやっぱ自分たちの守備もしっかりこだわっていかなきゃいけないんで、やっぱ得点力あるってことはやっぱりそのシュートレンジの広さだったり、そのシュートの感覚が優れてるってことだから、やっぱゴール前でフリーにさせる時間っていうのを極力少なくしないと、まあ、そこはやっぱセンターバックボランチでしっかり、まあ、常に管理する必要はあるかなと思いますね。前から来てくれる分、前線が数的優位だったり同数であればどんどん前線にボールを送り込んでいいかなと思いますし、まあ、自分たちの強みはそこでもあるんで、最近点がいっぱい取れてるんでね、その相手の特徴をうまく生かしていきたいなと思いますね。負けられないのは間違いないんですけど、やっぱ自分たちの威厳だったりプライドっていうのもしっかり示していかなきゃいけない試合だと思いますし、まあ、それ以上にやっぱホームである以上は、まあ、秋葉さんが監督になってからホームに対する姿勢っていうのはすごい言われてるんで、そこは一番大事かなと思います。やっぱりその戦う姿勢だったりアグレッシブな姿勢をホームでそのより表現していこうっていうのは、やっぱ声援がすごいある以上はやっぱそれを背に自分たちがやっていく責任があるんで、まあ、また圧倒できたらいいなとは思いますね。次の藤枝戦、ホームでみんなで勝ちましょう。